おはようございます。速稼塾の小林です。 FX の相場解説の時間になります。今日は月が変わりました。8月2日の朝4時45分、月曜日なんですが、まだ相場動いてませんけども、先月までを振り返りながらね、今週を、そして今月を占っていこうかと思います。では画面を切り替えて、ちょっとこうね、マンスリーから見てみましょう。どうぞ。これがね、1ヶ月足なんですけども、ちょっとすいません、これ縦線が入ってますよね。これはね、関係ないですからね。上髭が出てるわけではありません。この1ヶ月は非常に短い陰線で終わったということになりますし、その前の月も陽線なんですけども、同じぐらいの大きさの陽線ですよね。その前の月が上下の髭を出して、ちっちゃい実体のある陽線、上下髭ですね。その前が下髭の長い陰線という形になります。全体的にこの数ヶ月をね、見てみますと、年末年始から見てみますと、トランプさんから変わってバイデンさんになって、ここで落ち着いて横ばい傾向にあるというところですよね。で、横ばいの月足がこれから下に行くのか上に行くのかってことを、ウィーク、デイリー4時間1時間で見ていこうかなっていうところでございます。現在のところは、まあ下に戻るんではないかなと。上の方に、下から上に来ましたんでね、その分だけ揺り戻しがあるんではないかなと考えてますけどもね。まあちょうどこんな感じです。ここがぐーっといって半値戻しがあったような感じで動くと思います。ではウィークリーの方いきますね。週足はエリオット波動がこういう風に入りまして、エリオット波動覚えてますか。週足のエリオット波動の完成から上昇していって、で、これは、上髭じゃないですからね。単なる、ポイントで引いた線です。ですけど、エリオット波動を完成した後で、下の方にずれていったってことですよね。まあ、移動平均線は上の方に上がってきてますけども、ここで移動平均線も行動の限界点を迎えて、横ばいから下落の方に向かっていくんではないかなというふうに、ウィークリーは見えてます。じゃあ次、デイリーで見てみましょう。デイリーもですね、この辺から下がっていって、そして上昇トレンドを書いたんですけども、フラッグを。で、一応ね、ここは突き破ったんですが、ただここに当たってまたね、下落に転じたっていうところですね。まあ下落がまたギザギザギザというふうな形ではあったんですけども、まあこれは完全に下落の動きを見せております。ですんでね、売りの方でデイリーは動くのかなってところですね。じゃあ4時間の方はどうかなってところです。4時間も右肩下がりですよね。まあ、ある程度レンジというふうに捉えられることは捉えられるんですよ。上から落ちてきたのが、ここで跳ね返って、このレンジを作っているっていうところですね。このレンジを。まあ収束するかもしれませんけども、まあ一応このレンジで構えておきましょう。まあですんでね、ここから上昇と下降を繰り返しながら、少しずつ下の方にブレイクするような形を取っていくんじゃないかなと思いますね。じゃあ1時間はどうでしょうか。1時間もね、右肩下がりにはなっているんですよ。ほらね、右肩下がりでしょ。だから売りの方向性で今月は見ていけばいいんじゃないかなと思います。そして1週間目は売りで取っていく仕様になるということですね。多少のアップダウンはありますけども、売りで考えていけばとりあえず、ロスカットになることはあまりないかなと思います。ということで、今月の戦略は全体的に売り、そして1週間、今週2日から7日までの戦略、6日ですか、6日までの戦略は主に売りを取っていくってことになります。110円を割っていく形ですよね。すでに割ってますけども、この109円の667か。667が109円を割るかどうかっていうところまで下がっていくんじゃないですか。だから108円を見るか見ないかっていう、そんな1ヶ月になるというふうに予想します。はい、でいかがだったでしょうかね。月が変わったら月足を見て、週足を見て、デイリーを見て、4時間を見て、1時間を見ると、場合によっては30分15分見ていって全体の方向性を知るということで、全体の方向性を知ったら今度は
1ヶ月でどっちの方向、陰線なのか陽線なのかっていう全体像をつかみながら、これもだからね、1週間ごとに修正していくんですよ。で、週足をそのために見ます。週足を見ながら1週間が売りで終わったのか、それとも買いで終わったのかってことを4回の4本の線で評価できることになりますからね。そして、デイリーをその後で見るんですけども、デイリーは1ヶ月かけて20本の線を見ることになります。まあ、ですんでね、最初の3本4本で、残りのね十数本を仮説成り立つと、まあ、負けることはあんまりないかなと思います。その場合、リスクリワード 3.1 を思い切って振っていけばいいのかなっていうところですよね。やっぱり月が変わると多くの投資家さん、やっぱりね、1ヶ月が変わったってことで資金も入れ替えをしたりとかして、大筋リセットするんですよ。相場は4月31日だろうが、8月1日だろうが続いてるんですけども、投資家さんの心理としてはね、一回ここで決済して、期首を設けて期末に向かうみたいな、そういうふうな心理状態と資金の投入と引き出しが行われますんでね、やっぱりここは私たちもそれに合わせて、月末と月始めっていうのをしっかりと意識して戦略を立て直す、そんな機会にすればいいと思います。それでは本日もね、ありがとうございました。はい、おはようございます。8月3日になりました。時間は4時36分、相場解説始めていきます。昨日はね、月間の流れってものをちょっとお話ししましたけども、全体的にセルの方に向かっていくんではないかなというふうにお話しして、昨日は終わったと思うんですが、1日経っていかがだったでしょうか。セルの方向に動いたんじゃないかなと思います。それをね、今日は合わせてお話していきたいと思いますんで、またね、デイリーの方から見ていきましょう。じゃあデイリーなんですけども、1日経って、確定した足がこちらですね、陽線が確定して今陰性を大きく出しています。要するにセルの方に向かったよってことなんですよ。移動平均線も見ていただくと、こういうふうに3本が絡み合いながらね、下の方に行ってるのが分かると思います。これが広がりながら下の方に行ったら、セルの動きが加速してますよってことなんですけども、いかがですか。広がりつつあるんじゃないですか。ここ3本が重なってますけども、現在3本はそれぞれ別の方向を示してますよね。これが広がっていく状態だということです。上昇するときも同じですよ。ここでまとまっているじゃないですか。それが広がっていって、こういうふうにね。で、ここまで伸びてるわけですからね。この動き頭に入れておきましょうね。では、4時間の方に移っていきます。ね、109円を割って108円の方向に行くよってことを昨日はお話ししましたけども、昨日1日だけでもほら、4時間の束が6本で、6424でしょ。だから昨日の値動きはここの2本の補助線の中に収まってるんですけども、おおむね下の方に行ってるでしょ。こういうふうにね、移動平均線もどうですか。こういうふうに下の方行ってるでしょ。まあですんで、昨日の解説は、まあ、まさにその通りってことなんですよ。で、1時間を最後に見て終わっていきます。1時間ね。だから昨日セルで入った方はとりあえず負けはないかなと思います。どっかで利確できてると思うんですよ。特にね、5、6時間前ですから深夜10時以降まで相場に張り付いていた方は大きな利益を得ることができたんじゃないかなと思います。それをニューヨークお休みタイムスって言います。東京時間っていうのはね、値動きが方向づけられる時間なんですけども、それがさらに加速するのが夜9時以降のニューヨークお休みタイムスですよね。まあ、相場はニューヨークの方に移るんですけども、私たちはお休みに入る時間じゃないですか。まあ、ですんでね、これから寝ようかなっていう時に、私たち日本人が眠くなる時に、実は最も活発に深夜寝動きが起きているってことなんですよ。まあ、ですんでね、FX 慣れたら今度ね、深夜の方を狙ってみるといいと思います。今私が放送しているのはあくまでも、朝出勤してお昼休憩があって、夕方には帰ってくるよっていうサラリーマン向けの解説になるんで、朝、6時ぐらいまでにはね、1日の方針を決めて、夕方6時にはポジションを外している状態ということでお話ししております。まあ、ですんでね、7時8時過ぎたら基本的に私は皆様に放送することはありません。ただ私はやってますけどもね、ニューヨークお休みタイムズが利益の主な源泉ですから、それから明け方まで、利益が続いてるんですよ。で、私の場合は家族がいますんで、深夜起きて FX をやるっていうところまではいかないんですけども、それでもね、最近は2時ぐらいに起きて相場も見てますし、動画も撮ってますんでね、かなり利益を上げやすい状態にはなってますということで、今年もね、1000万は突破できるかと思いますけども、さあどうでしょうかね。はい、ということでね、昨日の立てた戦略
今月は108円台の方に行くんじゃないかなってことで、まずは幸先にスタートが切れたと思います。多くの方が利益取れたんじゃないですかね。で、明日からなんですけども、この流れはもうちょっと続くんですけども、一回組み上げてね、戻り売りになると思いますんで、一旦上がりますんで、今日はね。だから今日はどちらかというと、エントリーポイントを見るっていう感じで、ちょっと見た方がいいと思います。で、そこそこ上がったところ、例えば109円の40とかね、50あたりのところからセルにかけるのはいいと思いますけども、どこからセルをかけるかっていうと、私はね、そうですね、割と慎重に109円の795ですか、ここに達した時にセルに転換すると思って、そこに待ち構えていようかなと思ってますけどもね。参考にしてみてください。それでは本日の相場解説、相場おはようございます。速稼塾の久保です。今日は8月4日朝4時28分の相場解説になります。当初始めた相場解説6時半ぐらいだったんですけども、現在はね4時台になりました。随分早い相場解説なんですけども、その分相場の方向性が見やすくなっていて、多分利益を出しやすくなっているんではないかなと思います。そして8月2日なんですけども、1ヶ月のこの8月のですね、大体の方向性をセルの方で見込んでおりました。そして昨日の相場解説では、一旦上に上がって振りをつけて下の方にズボッと行くんじゃないかなってことで、エントリーポイントを待っていたんですけども、なんとね、上にあまり振れずにそのままどんどん下に行きましたね。そして108円台がもう間近に見えております。まあ、ですんで、昨日もうね、上に振れることを待てずに、まあこれはセルで直接行くんじゃないかなと思って、セルでエントリーされた方は今、大きな含み益を取ってるんじゃないかなと思います。結構ピップ数動きましたからね。その辺を合わせて今日は解説していきたいと思います。じゃあデイリーからどうぞ。はい、まずデイリーなんですけども、ご覧のようにですね、今109円の066をつけております。すごい価格の下落になっております。一旦上に上がると思ったんですけども、デイリーの方ではですね、そのまま陰線が続いていて、全体的に売りの流れっていうのがもう避け入れないかなっていうところですよね。それまではずっとこういう風にバイの流れが来ていて、フラッグってことだったんですけども、全体を見るとこういう風にセルの方向に触れて一旦上に上がって、そして下の方に行くという形でしたね。この流れのまま全体的には8月は108円台からひょっとしたら107円台に入っていくんじゃないかなっていう風に私は考えております。次は4時間ですね。4時間を見ていくと分かるのが、昨日なんですけども、ですんでね、この振れがもうちょっと大きくなると思ったんですよ。だからね、どのくらいまでいくかというと、やっぱりね、109円の830の水準まではいかないと思ったんですけども、少なくとも730まではね、いくと思ったんですけどもね。まあでも、そのままズボンといきましたね。ズボッと。だからここから一旦上に振れるのかなと思ったんですけども、そのまままっすぐ下に行って、大きなひげを出してですね、一旦108円台に入ったんですけども、買い戻しがあって109円の066に収まっているということでございますね。でもここで移動平均線を見ると、まだまだ下の方に向かう流れっていうのは全然とどまってないんで、再度108円台に潜っていくんではないかなというふうに考えられます。最後に1時間を見ますね。はい、1時間足はもうね、窓までは作らなかったんですけども、すごい勢いで売りの方に触れていますね。もう右肩下がり一直線です。ですので、これからも売りの方で見ていけば間違いないかなと思います。とりあえず今週から来週にかけては108円台でいろいろとお話しすることが増えるんじゃないかなっていうところですよね。はい、いかがだったでしょうか。昨日に関しましては、一旦上に上がる109円のね、750のエントリーポイントまで待つこともなく、もう即刻ね売りに入ってよかったということです。朝の相場解説ではちょっと躊躇がありましたけども、お昼からそうですね、午後にかけてもうセルで入った方は軒並み、利益を取ってるんじゃないかなと思います。まあ、ですんでね、109円の280あたりでセルに入って大正解だったということなんじゃないかなと思いますよね。まあセンスのいい方は109円の500とかね、570で入れたと思いますけども、これはちょっと難しいです。特に私が相場解説をして750あたりに一回上がってからね、それから下がるんじゃないですかってことを聞いた方は、まっすぐ下がっていくことにかなり動揺してエントリーのタイミングが遅れたんではないかなと思いますよね。でしょ？そうでしょ？
まあ、ですので私の解説もありますけども、全体像はセルの方に向かうよって言ったら、その全体像から自分の判断も入れながらね、エントリーポイントっていうのは本当に1時間1時間見ていかないと決められませんから、朝の私の相場解説一発でね1日を測るっていうのは不可能なんで、ディテールは1時間に1回ぐらいはやっぱり見ていただいて、修正と方向性を決定づけていただきたいかなと思います。そうすると少なくともね100円の305とか280ぐらいではセルに入れたと思うんですよ。で逆にこれで入れなかったら、ちょっと今まで何やってたのってことですから、そこではさすがに入りましょうね。ちょっと難しいなという方はね、またダイレクトメッセージいただければ個別で返信させていただきます。それでは本日は以上ですけども、これからも108円台107円台の方へね、セルの方を睨んで相場を見ていきましょう。それでははい、速稼塾の久保です。昨日はですね、セルの方で、ま、利益を取れたわけなんですけども、今日たった今ねチャートの方を開けてみると、ズバーンとね急上昇している1本の1時間チャートがありました。これは何が起きたんでしょうね。ということで現在価格は109円の半ばまで回復しているということになりますけども、でも大きな流れはセルの方に向かってますから、ここからね実は上がったら下がるを利用して、まあ、売りでさらに取れていけるんじゃないかなというふうに考えてます。じゃあその辺を合わせて今日はお話ししていきましょう。どうぞ。はい、まず日足なんですけども、昨日1日の日足はこういうふうにね、大きな上下のひげを出した陽線で終わってます。要するにここでね、その前日終値をつけた安値の陰線なんですけども、ここから急騰してですね、上の方にぐっと伸びたってことなんですよ。これはやっぱり誰かの発言が買いを誘発したか、何らかのこう材料が出たんじゃないかなと思ってちょっとだけ調べてみました。こちらですね。ここでね何が言えるかっていうと、これなんですよ。 ISM 非製造業景気指数が、まあ、予想通りだったらあんまり大きな動きはなかったんでしょうけども、予想を大きく上回ったことをきっかけに買い戻しを強める展開だということなんですよね。それに加えてクラリダ FRB 副議長の発言もドル買いを誘発し可能性もありそうだということなんですよね。まあ、こういったのが重なって大きな急騰に向かったんではないかなというふうに考えられてますけども、事の真相は分かりません。1時間で見てみるとこういうふうな値動きになってますね。これすごいですよね。この1本の陽線が全てを物語ってるんですよね。その後私は、まあ、大きな上髭が出てるでしょ、ここ押さえつけられて下に行くんだと思うんですよ。ここから移動平均線上に向かいましたけども、全体的な流れに押し戻されてセルの方向に向かうというのが私の見方です。ちょっとねすっ飛ばしちゃったんで4時間見ましょうか。これが4時間なんですけども、やっぱ明らかにイレギュラーで、これだけ大きな陽線っていうのはずっと出てませんでしたよね。まあ、ですんでこういうイレギュラーはたまにしか起きませんので、もうこことかね、ここも大きな陰線ですよね。で陰線、こういうふうな大きなバーが出た後って大体返ってくるんですよ、こういうふうに。まあ、ですので私もね、こうなったってことは結局はこんな感じでここ以来に、ね、落ち着くんじゃないかなと、108円台に戻るんではないかなと思います。そうなってくるとここから始まったね、同じ水準、ここから始まったこの流れっていうのが、まあ、こういうふうに完成するかなと思ってるんですよね。まあそんなところですかね。1時間もう一回見てみましょうか。だから結局こういったところは超えないんですよね、こういったところ。あとここもちょっと難しいかもしれませんけど、ポイントになってます。ブレーキをかけてるんですよね。私はここからセルの方に向かう後期だと捉えてね、売りで入っていきます。今日はまあ、あと他に言うことは今日あんまりないですね。で、あと材料も今日ちょっと紹介しましたけども、あれが分かっていれば勝てるってもんではないんですよ。で、ああいった製造物価指数とかが上がりに向かうのか下がりに向かうのかってことは非常にね、予測がしづらいんですよ。だから、やっぱり資金をああいうところには寝かせていないっていうのがいいですよね。あれ上級者の症状だと思いますので、資金も潤沢にあって、スキルもかなりあって、でプラスアルファ利益を取りたいなっていう風なね、一種博打とか楽しみではないんですけども、まあ、相当な高い裏付けを求めてやってみるっていう風な
そういう高みに立った方はやっていいと思いますけどもね、私たちがやると単なるギャンブルになりますのでお勧めしません。勝っても実力がつかないですし、負けても悔しいだけで何ら反省や勉強する要素が入ってこないんですよ。まあ、ですので私はね、ああいうふうな急騰相場に乗っておくってことはありませんし、ああいうので勝ってもたまたまだっていうことでね、利益はちょっと還元するためにいろいろ散財することにしてますけどね、まあ、今日はそんなところですか。まあ、セルの方でいけばまず今月は勝ち目が、じゃあ負けることはないだろうと思いながらやっております。価格は相変わらず108円の方向、107円の方向に傾いているというふうに見えております。おはようございます。今日は8月6日朝5時の相場解説になります。今日はですね、8月6日なので、まあ、私広島に住んでいるんですけども、マレーの黙祷の時間があります。8時15分ですよね。こちらに合わせて黙祷したいと思います。でね、なんか令和たけちゃんも広島に来るそうなんで会いに行きたいなと思ってはいるんですけども、ちょっとね、警備の状態などを見てみるとなかなかおいそれと、会えるかどうかわからない状態ですね。それからもうすぐ出ないと間に合わないような感じになってますんで、ちょっと今回はね、見送らせていただこうかなと思います。ただ令和たけちゃんとのコラボレーションで、これはね、ちょっと日に迫ってるような気がしますね。皆さんも応援よろしくお願いします。で、今日の相場解説なんですけども、実はね、109円の750から一旦組み上げて落ちるよって言ったそのポイントが109円の750だったというふうにお伝えしたんですけども、まあ組み上げる前にそのままガーンとね下がっていってしまったんですよね。それが昨日までに起きたことです。で、今日はね、まあ急騰して、まあ落ちた分だけ戻るよっていうふうに私はお話したと思いますけども、上がったところがもう一回109円の750、こちらに達すると思いますので、今日はね、そのポイントからもう一回セルをかけていこうと思うんですよ。今瞬間的にバイの方に向かってますけど、これがね、もう一回セルの方に叩き落とされるのを私はずっと待っていましたんで、今日はその辺もお話していこうかなと思います。ではデイリーの方からご覧ください。流れとしてはね、バイの流れがこうあったじゃないですか。そしてセルの方向に今度は動きを変えていったんですよね。ですんで、これ陽線が2個上がってますけども、これは陰線に変わる前の陽線ですから、ここと同じ扱いです。こことかね、まあここもそうかもしれませんよね。だいたい上がった後って下がってるでしょ。そうですよね。相場ってギザギザしてますからね。ギザギザするってことは上がった後は下がるってことなんですよ。まあ、それがパターンです。そうならない場合ってのは、上がった後にさらに上がるみたいな感じですよね。まあ、これはこれでいいんですけども、今回は上がった後にさらに上がるみたいなのが、非常にこれ見えにくいと。こういうふうなトレンド形成してる途中ですからね。まあ、ですんで、もう一回ね、109円の750付近でセルをかけていく準備をしようかと思っております。で、4時間を見るとそれが顕著なんですけども、だからここなんですよね。ここら辺に達したら私はセルをかけるつもりではいるんですけども、今達してますんで、もうね、この相場解説の後私セルで入ります。多少含み損が出るかもしれませんけども、ロスカットラインをきっちり設ければ問題ないと思います。で、場合によってはね、ここまで伸びるんじゃないかなという考えもありますけども、110円の070あたりですよね。ここまで来るようでしたら、私はちょっと考え方を改めてね、目いっぱい上がるまで待とうかと思います。こことここを結ぶポイントね、ここまで待とうかと思います。だから今から1円ほど、1円ではないんですけども、1円近く上昇するまで待つっていう風になっちゃいますよね。まあでも大筋では今この瞬間からセルに変わっていくという風に思いますので、もうこの後すぐ私セルでエントリーしますね。1時間を見ます。はい、1時間を見てみると非常に分かりやすいですね。ここのポイントがもう近づいてますよ、もしくは今その時ですよってことなんですよ。いわゆるゾーンってやつです、ね、力点が力点を生み始めて、大きく下に下がったものが急速に上に戻っていくということで、三角形、今まで何回も見た形ですよね、これはね。ですね、改めてここから下の方に行くというふうに踏んでますけどもね、まあ、実際どうなるか分かりませんけども、分からないからといって仮説を立てないわけにはいきません。今まで蓄積した情報経験をもとに今回のような相場解説になりました。ロスカットを必ず設けてね、エントリーしていこうと思いますんで、以上お話しすることっていうのは終わりですね。皆さんも今日もね、熱いトレードを送ってみてください。それでは失礼します。